は、正面打ちの、変えてまいります。まず打ち回転ですね。あの相手が正面で、そして2発目相手を下ろす。そして、打ち回転なので開きました。打ち取るので取っ手をこういうふうにひねりながら当てる。そしてこの方を入ると通って、そしてこの手を大きく下げて後頭部を制してから手と足を一緒に前に出していきます。まずは1、ここに相手を、まず相手を打ってくる前に、ここに打つ前に相手を足を制して2発目、これ相手を折れます。そしてこういう感じで開けながら開ける。そして開いてくるって、そして手と足を大きく相手を崩して後頭部を制します。で、右手と右足を一緒に前へ出して相手を変えます。まあ、何の場合はまだやってないので、あのこれです。あの片手を取らせて、まず片手取って1で入って2で打って3で崩して4で、これ4つのもう一回やってみましょう。1、これが1、2でくぐって3で大きく相手を崩して4で倒す。これが回転です。打ち返って、この技をできれば応用技で1、2、3、4、やりましたけど、これがまず打ち返って、まず打ち返ってやってみましょう。はい、じゃあまず、正面打ちの打ち返っての回転やってみましょう。お願いします。最後は少し